アルゼンティニアンヘアレスドッグはアルゼンチンのブエノスアイレス原産のヘアレス犬種の一つである。別名はピラドッグなど。アルゼンティニアンヘアレスドッグヘアレス犬種としては新しい方の犬種で15世紀頃に作出されたものである。ペルーから輸入されたペルービアンヘアレスドッグ及びペルービアニンカオーキッドが元となっており、 これの感毛を持つタイプの犬から発展したものである。主に愛眼犬としての飼育に用いられているが、他のヘアレス犬種と同じく主人の寝床を温めたり、オンシップの代わりとして主人やその家族に本種の体を当てて温めたりするのにも用いられた。医薬品としての効能は他のヘアレス犬種と同じで、内身打撲、性立、風邪や冷え症などである。なお 食用には用いられていない。現在は非常に希少な犬種となっており、アルゼンチン国内でもなかなか見られなくなってきている。少数の愛好家によって保護は行われているが、絶滅の危機にあることに変わりはない。縦紙のあるタイプのペルービアンヘアレスドッグ、あるいはペルービアニン,ンカオーキッドに極めて似た容姿をしている。引き締まった体つきをしており、足は 細く長い。マズルも細めで、ヘアレス犬種ゆえに他犬種と比べると、歯の数が少なく欠如している。耳は立ち耳、尾は、垂れを。コートは、ほとんどなく、モヒカンのように頭部に、毛の房があったり、足先やお先に、部分的に生えている。毛色に制限はない。肌はしっとりとしており、触ると柔らかく温かい。肌の色は黒か紫で、それに加えて、 桃色のスポットを持つ個体もいる。通常、このように毛が少ない個体をヘアレスと呼ぶが、他のヘアレス犬種と同じで毛が全身に生え、歯の欠如がないパウダーパフという個体も存在する。パウダーパフ個体はロングコートで遺伝的な安定を図る目的でヘアレス個体と交配させるために確保される。性格は愛情深く忠実であるが、警戒心が強い。 アルゼンチンではあまり問題ないが、毛が少ないので陶器が寒い場所で飼育する際には、洋服を着せるなどして、保温を行わないと凍えてしまう。ヘアレス個体の場合は、コートの手入れはほとんど必要ないが、毎日身体に犬用スキンクリームを塗って、マッサージを行うスキンケアが必要である。また、パウダーパフ個体は、毎日のブラッシングと、 定期的なトリミングが必要である。運動量は少なく、かかりやすい病気は両個体ともに、皮膚疾患である。ありがとうございます。